アナトリー・エフゲーニエビチ・カルポフはソビエト連邦生まれのチェスの世界チャンピオンズラトウースト出身18歳の時にストックホルムで開催された世界ジュニアチェス選手権で優勝し10人目のジュニア世界チャンピオンとなる1970年グランドマスターの称号を得る1975年当時の世界チャンピオン ボビー・フィッシャーへの挑戦権を得るが、フィッシャーの危険により不戦勝で、タイトル獲得。1978年、ビクトール・コルチノイの挑戦を受ける。コルチノイは、その2年前に、ソ連から西側へ亡命しており、このマッチは、ソ連の体制体裏ギリシャという構図で捉えられた。マッチは、先に6勝、曲数無制限という条件で行われ、カルポフは、 第27局を勝って5勝2敗と大きくリードする。しかしコルチノイは続く4局を3勝1分と、急追し、両者後のない5勝5敗のタイで、第32局を迎えた。極度の緊張下で行われた、このゲームにカルポフは、解消、際どく初防衛を果たした。続く1981年にもコルチノイの、連続挑戦を受けたが、 今度は6勝2敗と危なげなく防衛に成功した。1984年にはガルリ・カスパロフの挑戦を受け途中まで5勝0敗と圧倒したがやはり局数無制限の条件であったためにマッチが非常に長期化し48局の時点で中断、無勝負となる。翌1985年の再戦は伝統的な24局マッチで行われ、 逆にカスパロフが5勝3敗15分で勝利した。カルポフはさらに1986年のリターンマッチ、1987年、1990年の挑戦マッチをカスパロフと戦った。勝利こそできなかったがいずれのマッチも一点差以内の僅差であり、内容から見ても騎士に残る名勝負である。 特に1987年のマッチは24局、すべてが同点回転差で戦われたという競り合いで、カルポフが第23局を勝って1点リードしたが、最終、第24局を敗れて、カスパロフに引き分け防衛を許した。1993年、カスパロフは挑戦者、ナイジェル・ショートと共にプロチェス協会を設立し、 独自に防衛マッチを行ったため、国際チェス連盟からタイトルを剥奪された。そして、カルポフが、ヤンティマンとのマッチを経て、ファイドチャンピオンに復位した。カルポフは、その後、1996年には、ゲータ・カムスキー、1998年には、ビスワナータン・アーナンドを相手にタイトルを防衛したが、翌1999年の世界選手権。 制度変更に抗議して、王座を返上した。ありがとうございます。